広めを向いたガリガリの女の子です。コロナになってからお客さんも減ってきてですね、そんなら詐欺じゃないかもわからんですね。いやね、こここそ何もない件だと思いますが。珍しい電車に遭遇しましたね。よかったです。リバイバル特急が運休だったんで。はい、どうも、着きました。はい、お疲れ様です。はい、島根県松江市ですね。いや、まだ行くと決まってないですよさっき何もないと言ってましたもんね。こここそがね、風俗不毛の地で、ソープランドも1軒だけ、一応1軒あるんですね、玉造温泉に。ただ連続ソープおもんないから、繁華街をね操作しながら怪しいとこ見つけてみようかなと思うんですよ。なるほどですね。その作戦でいいですかね。わかりました。まず1回それで。まず1回ってそれなかったら何かあるんですか。なかったらボツ的にはソープになりそうな気が。こっから1時間ぐらいかかるんですよ。マジっすか。で、明日の朝広島なんですよ。あ、ハローエブリワン。夕方ちょっと見てきたんですけどね、ないですね、これは。ここは実はですね、僕も見てきました。 お互いあれですね、金にもならないのに捜査に一心ですねってことはどうでした。なしです。ないやろここ多分。はい、で実を言うと川の向こうまで見に行きまして。おお、めっちゃ行くやん。そうなんですよ。こういうとこだけ熱心ですね、ほんま。あ、ありがとうございます。ぐーたらやのに。警察志望ですか。違います。何件か聞き込みした情報があるんですけど、まあ、まずは一回カメラにも収めなあかんと思いますんで、見て回りましょうと。匂わすっすね。で、どんな情報を仕入れてきたんですか。この道をまっすぐ行くとですね、レンタルルームがあるんですけど、ホテヘルもどきと。ホテヘルもどき。そうです。結果デリヘルやとは思うんですけど、レンタルルームの前に客引きの男性がいらっしゃいまして、その方と一緒にレンタルルームを借りて、レンタルルームの中に行くと。でその場でその男性と一緒に女の子を選ぶと。でそこで料金をお支払いして男性を去っていって、そこで女の子が来るのを待つと。それ詐欺じゃないですかその可能性もあるので怪しかったんですけど。誰に聞いたんですか。客引きの男性がそういう風に言ってまして。この世で一に争うほど怪しい商売ですけどね、客引きって。もともとはですね、バーの方に聞いたんですけど、その際に立ってるお兄ちゃんが知ってるからという風に連れて行かれましてですね、それがレンタルの前に立ってるお兄さんと。そしてですね、タクシーの代行さんがありまして、そこでもレンタルルームで女の子呼ぶことだけが唯一のお遊びだと。情報が合致してるんや。合致してました。そんなら詐欺じゃないかもわからんですね。飲み屋は多いんですけどね。ここが伊勢宮町で、橋の向こうが何でしたっけ。東本町です。そっちの方一回行ってみますか。台湾式マッサージあるやん。お、最悪これありですよです、ね、怪しいもんだって。これが川か。そうです。昼間来たら風情ありそうですけどね。ゆっくわさん、こんだけですか。いや、もうちょっと進んでいくと あるんですけど。もういいですよ、このとこ絶対ないですよね。一軒だけ赤すり店あるんで、ちょっとそこだけ。いや、いいですはい、戻ってきました、はい、じゃあキャッチの方を探しますか。ありますやん、マッサージありますね。この前にいた若い2人組。そうです。キャッチって割に意外に若いですね。そうですよ、30、40ぐらいかなという感じですね。じゃあ行ってみますか。はい。はい、どうも。はい、どうでした。はい、あなたですね、レンタルルームの前にいたシミケンさんに似た男性ですその方に逆難しまして、久々さんをね。そうです、はいはい、でですね、1時間ぐらい後になるけどそれでもいいですかと。システム上予約ができないので、レンタルルームに入ってもらわないと確約ができませんと。ていうか、あの人は案内所の人。レンタルルームの店長さんです。レンタルルームの店長が客引きしてんの。そうです。完全な違法やん。いや、無料案内所の人やったらね、まあ、県にもよるんですけど、基本風俗店紹介でダメなんですよ、はい、それ来店受付型になってモデルやん。もう一応ね、事情をお聞きすると、あそこでレンタルルーム10年ぐらいやってるらしいんですけど、コロナの前まではですね、なかなか発散する場がないので、皆さんですね、あのレンタルルームに殺到してデリヘルを呼んでたそうです。なるほどね。でもですね、このコロナになってからお客さんも減ってきてですね、店長さんが自ら客引きをしないと。デリヘルと提携して。そうです。それって違法ですよねいわく、はい、私は別にデリヘルの経営者ではないので。どっちでも違法ですよね。レンタルルームを貸し出して
案内してるだけだと。でも写真とか見れるんでしょ。見れます。来店受付型じゃないですか。タブレットとかスマホに女の子の、まあ、パネル写真というか。来店受付型じゃないですか、もう完全な。そうです、そうです。、まあ、言い分としてはレンタルルーム私貸してるだけだからと。そんなへりくつね。日本の警察許しませんよ、ほんま。で4階に行くとですね、待合室がありまして、今日は女の子今2人いるんですけど、いろんなデリヘルと提携してんの。3点ぐらいですかね。クソ怪しいやん。だってこんな情報ネットでもなかったっすもん。黒さん今回は足で稼いできたっすね。ありがとうございます。で、まあ、聞くところによると、このレンタルルームだけ他のデリヘルさんも45分というシステムがあるらしくて。とてもいいですよ別に、はい、ね、60分からとか。そうです、そうです、はい、で、まあ、案内された女の子が22歳と32歳と、この32歳の子が1時間後ぐらいに行けると。それ先にお金払うんですか。女の子に渡す方式です。レンタルルーム代金は全て女の子に渡す感じです。そうなん、はい、女の子は平林式ではないんや。そうです。そこはちょっと安心しました。もういいじゃないですか、何言えんのか分かんないですけど。で今回は45分1万4000円と。固定代込み。そうです。安いっすね。で指名したらプラス1000円で1万5000円になるんですけど。それパネル見て指名したら指名料入るんですか。そうです。いやでもすぐ行ける子って1人しかいないですよね。実質指名ですよね。その辺はどうなってるんですか。曖昧。今回曖昧です。今回は何もなくですね。良心的ですね。で時間直前になって部屋から顔を出すと、ちょうど女の子これだと。どこに来たんですか。白目を向いたガリガリの女の子です。生きてるんですかそれ。生きてました。なんかね、ごめんなさい、ちょっと表現が難しいんですけど、メガネ開かないんですよ。開いたと思ったらこんな感じで、こんな感じで白目向かれて、たまに黒い目が見えると。たまに黒い目が見えるって何すか。大丈夫の人は大丈夫なんですけど、多分癖なんでしょうね。なんか白目を向く癖というか。僕の親戚にもいるんですけどね、白目を向く癖の人がいるんですけど。福田さんそれ見た瞬間どぎも抜かれたっすね。目開けにくい人なんかなと。子猫みたいね。そうです、そうです。よう見たら目が少し開いてて白目だったんで、それを気づいた瞬間がびっくりしました。怖いんですけど。いやいや、コミュニケーションは取れるんですか。全然取れます。あ、そうなんや。そこはじゃあ大丈夫。大丈夫です。いや何が大丈夫なのか分かんないですけど、はい、でですね、服の上からではまあスタイルはいいんですけど、まあ、脱ぐとちょっとガリガリかなっていうような感じで、見た目的にはですね、僕の判断では40歳のおばちゃんに見えます、ね、どこにいるんですか。お名前の方がさんと。あとの2つは分かるんですか。ちょっと分かんないですね。下子だけは分かるんや。そうです。でですね、これが外れた時の気持ちかと。久々のね。そうです。昼間明かり引いたから。そうです。逆に言うとですね、もう普段お世話になってるお店さんには本当に感謝ですと、はい、でプレーの方はですね、うまかったんですよ。うまかったんですか。そう、はい、白目の選手。白目の選手です。まずデリヘル経験が10年あると。学生の頃は大阪でデリヘルも経験してたので。トップクラスやんじゃん。そうです、そうです。何がうまかったというと、ビーチクの攻め方がうまかったです。攻められたくないです、そんな。まさむねに僕は。受けの方もですね、感じが良くて、攻める。そうなんですよ、感度抜群です。背中をスッとなぞるとですね、ビクビクの仕方が半端ないと。テクスだったんですか。それはないです。あ、ないんや。それも聞きました。私デリヘルの経験はあるけど、ソープだけはないと思ってますと。いや知らんがな。本番だけはないと思ってると。知らんがな。こだわりがあるようでした。そこだけは、はい、ただまあ気分的には乗ってこないんですけど、僕の体は正直でちゃんとあそこはビンビンと。でですね、白目を向かれながらも、ビーチクを舐められながらの高速のローション手こきでスプラッシュと。もう飽きました、スプラッシュの。まあでも今回も厳しい戦いでした。聞いてる限りではなんか楽勝っぽいんですけど、そんなことないんですか。喋り方が下手くそなだけでいろいろありました。国にしかわからない苦悩があるんですよ。そうですか。それを人に伝えれない。そうです。いやでもね、良かったです、はい、この鳥取島ね、県をね潰すだけのために来たんですけど、両方思いのほか取れ高があったんで。あ、特にこの島根なんかはね、僕はさんのファインプレーですよ。あ、ありがとうございます。そのレンタルルーム見たいんですけど僕。いや気になるっすよそんな。いやでもその女の子に最後もう一個だけ言いたいのは、満州はひどかったです。12時過ぎても意外に光はあるっすね。そうですね。思ったより立派な建物でびっくりしたんですけど、巨匠じゃないですかあれ。よく入ったっすね、あんなとこに。店長さん曰くですよ、直接私はお金を受け取ってませんので、悪いことはしてないと。参院のヘリクツ王やん。日本の警察舐めとんすか。カサブランカグループさんの熟女グランプリですかね。はい。ちょっと今桑田さんと D とちょっと話してますんで、ちょっとすいません、後で追いかけます。すいません。あ、桑田さん。